武井さん、やはり今回ですね、あくまで慈善活動を目的の7代目襲名であるという話なんですが、やはり1年前の座町とですね、武井さんのリング上の華やかな戦いを見ているファンの立場とするとですね、リング上で何らかの、そのマスクをかぶって戦いが見たいという思いもあると思うんですが、エキシビジョン等ですね、でも構いませんが、そうした動きというのは今後どうでしょうか。そうですね、今のところは予定はないんですけど、それをやることによってこの7代目タイガーマスクプロジェクトがもっともっと広がっていくのであれば、僕もそれはちょっと考えたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。どういう場所でこう被っていこうとか考えてらっしゃいますか。そうですね、その訪問の時だったりとか、そういうところで喜んでもらえるのであればマスクで登場したいなと思うし、さっき言ったみたいに僕がこのマスク姿で試合をすることがあって、それによってもっともっとこのプロジェクトが広がっていくのであれば、しっかりちゃんと準備をして、そういう舞台もあればいいのかなと思ってます。初代の虎の意志を継ぐ令和のタイガーマスク誕生の瞬間です。この度は佐山聡さんから武井選手へタイガーマスクという未来ある子供たちへの